皆さんこんにちは KTV へようこそ日本一のポッドキャストを皆様に毎週火曜日お届けしますマイネーム e i 金金髪の毛暗めに染めました金金 TV 神宮寺ですよろしくお願いしますお願いしますお願いします神宮さんなんと今日は今日はそうです素晴らしいゲストをうなんですよ二人いらっしゃってますまあます第三回にして大物ゲストが来てるんで僕もちょっと緊張してるんですけど <早>速頑張っていきましょう、ねはい、早速今日のゲストは結構ビッグなので <laughs> 早速じゃあ紹介していきましょう、えー、と九州は福岡エバーリフトジムから翔さんとジャクソンさんにいらっしゃっていただいていますよ,うこそよろしくお願いしますその翔さん皆さんご存知かなとは思うんですが僕の方からちょっと知らない方ももしかしたらいるかもしれないので簡単に説明させていただければなと思いますはい え本名今こ賀翔さん、えー、YouTube の方でショーフィットネスっていうチャンネルを展開されています。で今、九州の福岡っていう話をしたんですけど、そちらでえっとエバーリフトジムと、あとアパレルの展開、パワーリフター向けなんです,けどそうですね、うん、リフティングアパレルリフンアパレルのエバーリフトっていうものを展開されていらっしゃいます。で今、パワーリフターとしてももちろん活躍されているんですけど、YouTube、あとはそのジムの経営っていう、このいろんな顔を持った方でございます。<laughs> はい で隣にいるミラー・ジャクソンさんがあのエバーリフトのジムでスタッフとして働いていらっしゃるこのあとバックグラウンド等を詳しく説明させてもらえればなと思うんですけどジさん昨日のデッドリフト大会もすすすごかったでででねそうなんですよで、うん、あの昨日のカネキンフィッスジム主催のデッドリフトチャレンジに、はいえー、エバーリフトのショウさんそしてジャクソンさんがわざわざ来てくださって、はい、会場をとても盛り上がりましたね。はい であのー、想像しなかったような、うん、すごいリフターもすごいパフォーマンスリフトいくつか見えて普通に楽しんで楽もらっちゃったですうこっちがもらったもの,の方が大きかったような感じもするんですけど、はいすね、そのものすごいリフターの中には今ここにいるジャクソン皆さん、はい、で280キロ

ジンギさんいろいろなんか準備してるからそうですね。いろいろまあ話していく内容はたくさんあるんですが、うんはい、最初にそのしゅんさんが今回デッドリフト大会2回目じゃないですか。はい。その1回目と比べてどうでした。多分しょうさんもいたかと思うんでわかるかなと思います。あ、今回1回目参加させてもらいました。はい、そうですよ。なんかしょうさんも多分思ってると思うんですけど、はい、なんかレ上がってないですか。レールが。レール高かったですね。すごかったですね。<laughs> こんな高いとは思わなかったっす、はい、すごいです <laughs> で、しかも SNS を一切やってないような子も何人かいて、どこから来たんだろうという人、いませんでした、何人か。いましたね、すごかったですね、はい、井上さんとかも。井上さんがです動画,動画で出ますかねあの探しても出てこないんですよ、そこが残念なんですけど、はい、308キロぐらい上げた、えー、と70キロの子がいたんですよ。<laughs> それは正直わからないです、はい、何が起こってるのかその、うん、テクニックとかも聞きたいんですけど、うん、まあデッドリフト好きな人って で皆さん会見勝者の方は皆さんもちろん自分がデッドリフトすごい好きなことを分かっていると思いますし翔、うん、さんも結構デッドリフトこだわってますよね。ああ好きですねジャクソンさんはもちろん。はい、も,うもちろんデッドリフト大好きですね。はい、<laughs> だからちょっとデッドリフトの話になってしまうとそれだけで1時間ぐらい終わってしまうかと思うんですけど特別ゲストの翔さんがいるということで、はい、もうちょっとなんか。 しょうさんの話とか。そうですね。しさんの。フォーカスした内容を聞きたいですね。どんな人なのか、どんな考えを持っている。ええと、方なのか。そういうのも、皆さんも興味あると思うので。はい。質問いくつか準備して。はい。いくつか準備してますね。そしたら、じゃ、そこからいきましょうか。はい。お願いします。ええ、しさんのチャンネルが。結構、こう、なんだろう、勉強知識系というか。なんか、こう、人体模型の C. G. とか駆使して。すごい、わかりやすいロジックで、僕、説明してるなって感じるんですけど。 その、なんか、このチャンネルの、なんだろう、はい、雰囲気というか、はい、こう知識系のチャンネルを始めた理由って、何かあったんですか。うん、僕が始めた、始めた頃っていうか、僕がやってた頃、そういうチャンネルが日本にまだあんまりなかったんで。はい、んなるほど。まあ、やってみようかなということで、始めましたね。うん、海外ではいっぱい回ったんですけど、ね。うん、なんか、そういった知識って、どっから、こう、入れてるというか。ああ、まあ、いろんなとこから、まあ、知れてるんですけど、はい、まあ、海外からの情報が一番多いですかねあ、そうなんですね。 しゅんさもやっぱりフィットネスの最新情報になってしまうと、うん、最,最新の調べとかやっぱり英語の記事、やっぱり英語で、はい、えなんですか,なんですか英語が多いのでやっぱり海外になってしまうんですが、うんえー、日本にもものすごい技術を持ったリフターとかも多いです、はいはい、でそれがただその表の方に出てないだけであのボディビルもそうなんですけど。はい 結構ユニークなトレーニングしてる方もいます、うん、日本でも。ただ、まあ、情報を探すってなると、どうしても、やっぱり、はい、ぱ海,外海外の方海外のに目がいきますね。あれ、なんでなんですけどやっぱ、なんか日本の人って、こう情報を隠したがるんですかね。あかもしれないです,ねですよね。<laughs> なんか僕の印象なんですけど、<laughs> そういうのもあってか、やっぱ皆さん海外から知れることが多いかなと思うんですけど、でも、まあ、ショーフィットネスのチャンネルの中、自分的になんか特別なところ、はい、 特別だとと思うところはやっぱりその情報をもうみんなに共有するそこでやっぱりチャンネルみんなから信頼度があると思ってます、はい、ありがとうございますやっぱ翔さんも翔さんもそうですけどなんかこう今までなかった結構みんな表に出してなかった情報をこうやって出してやっぱみんなからの信頼を得てるかなっていう僕イメージがすごいあるんですけど翔さんの知識をその海外から受けているって言ってたんですけど、はい、その隣にいるミラー・ジャクソンさんちょっと外国の方っぽい。 そうですねハーフなねハーフです何かバックグラウンドを教えてもらってもいいですかバックグラウンドですねちょっともうと話すのは難しいまあちょっと複雑になるんですけどはいいいですよ時間あるのでたくさんもうゆっくりしゃべっていいですよまあまず生まれがですねえっとオランダ領元オランダ領だったんですけどカリブ海にあるあのキュラソーと すごいとこですね、簡単に言えば、どこの近くですか、オランダの近くなんですか、いや、結構もう、南米あるじゃないですか、南米、ブラジルとか、その上にカリブ海、ベネズエラ、南米の一番上にあるんですけど、キューバその上に小さい島があって、そこで、そうですね。 両親が旅行中で僕が生まれて,て,て <laughs> <laughs> あ旅行中で生まれたからその国籍になったってこと <laughs> そ,うそ,うそうなんですよ、ねはい、すごいそれがそうなんですよあの旅,行中旅行中とかでもそこで生まれればもうそこの国のそう子になるんですよ国籍、えー、がまあ自分がこの前大会にいたバハマに近いですよカリブへえー、そうですね、まあ、一緒のカテゴリーですよやっぱ治安とか悪いんですか 僕の勝手なイメージなんですけど、治安悪くないですよね、バハマはちょっと治安悪いです、そうなんだ僕はもう生まれて1週間で、あ違うところにまた行ったので、両親の旅行をついでにまた違うところに行ったみたいな、そうですね、そんなことが世界一周してましたね、うさんも初情報ですかすね、全然聞いたことなかったから。 ょっと普段喋らない人を喋らせるのが KTV です <laughs> 皆さん登録しない方は今すぐ登録 <laughs> そして Twitter の方でもフォローお願いしますすごいですねやっぱりなんかインターナショナルな感じで <laughs> <Yeah. S 1> で日本語をれるのが結局日本に来たからああのお母さんが日本人なんですけどずっと家の中ではもうお母さんと話す時は日本語でお父さんと話す時は英語みたいな なるほど。で、育ったので、最高じゃないですか。最高ですね。で、うさんは、えっと、英語はあんまり喋らないけど、なんか、聞き取りとかできるような感じですか聞き取りは大体できますね。一発じゃあんまり人によって変わりますそれはスピードランニングですか勉強者ですかどこかで。いや、なんとなく、すごいですね。頭いいんですよ、さん。頭いいんですよ。YouTube のチャンネル見てもらったら分かると思いますけど。そうです。 僕なんか僕も一年ちょっと一年ぐらい留学してたんですけど、はいはい、全然わかんないですからね。うん、<laughs> あでもでも少しねまあ、まあ、少しわかるか言ってることはわかるから、はい。留学されてたんです、ね。僕そう留学してたんですよ。だからまあかなりインターナショナルですよ金金順は。そうですよね。はい、そう招待以外。<laughs> 新太郎君もこの間前のエピソードで話したときは外国のチャンネルの話になって見てるけど雰囲気で見てるトレーニング中のかっこいい動画だけ見てモチベーション上げるみたいな何言ってるか全然わかんないみたいなやっぱそういうことなんですねじゃあその280キロのパワーも南米から来てるのかなそうですかね280キロバナナですかバナナ9年間エコアドルに育ったわけで そのパワーですね、うん。そうですね。バナナ。っていうかそのデッドリフトを上げるときってショウさんもジャクソンさんも何を意識してるんですかって言ったらまたなんかすごい漠然と,然としたような質問かもしれないですけど <laughs> 何が大事ですかうです、ね、なんかショウさんからちょっと聞きたいんですけど、うんうん、まあ僕はコンベンショナルなんで、うん、特に背中をタイト背中を固めて足で押すっていう意識をすごく大事にしてます。なあ。うん どうしても背中曲げやすくなっちゃうんで、うん、背中曲げてしまうと結局そこからすべてがバーの軌道だったりう、ねはい、うもう限界近くなるとしょうがないんですけどなるべくその練習というかはい、はい、普段のトレーニングではあまり曲げないようにというのを意識してます、ねはいはい、重量上がれば上がるほどその微妙なずれが大きなずれになっていくという感じですよね、はい、そうですね。はい めちゃくちゃフォーム綺麗ですもんね、翔さん。翔さん、めちゃくちゃ綺麗ですよ。<laughs> 動画見た方がいいですよ。なんかあのお手本のデッドリフトみたいな感じです。うん、ただ、人の足の骨の長さと,上とか骨格とかでその多少フォームは変わっていくので、うん、そういうところでやっぱり翔さんはコンベンショナル、ジャクソンさんはスモー相撲で、ね。でも,どっ,ちもちょっどっちもやってて。 大会の時に相撲に変えるような感じでもう相撲の方が重量上がるので、うん、それは体の,その関係で上がる方をもうをやっぱり試合で使いたいので、うん、ルール上 OK なら本当に素人、僕素人なんで素人の意見になっちゃうんですけどなんか見ると相撲の方が重量上がりそうな感じするんですよ。 なんかそのコンベンショナルて相撲ってなんかこうそれはずばりなぜか分かるいや僕全然分かんない相撲の方が上がりそうっていうそれはでもメリットデメリットじゃないですけどまあ体型によって変わるんですけど大体の日本人は相撲にした方が上がりますね動画長いんでどうしても背中曲がりやすくなっちゃうんで相撲ですと上半身を越えてもっとまあほとんどこさ起こせるので確かにの 足が短い人は結構ワイドスタンスで行けちゃって、うん、上半身も起こしてでそのバーの動き軌道も実際もっと短いので、うん、その分確かにバーがめちゃくちゃし,し,めちゃくちゃしなるようなバーでしたらそのグッてバーがしなった時点でもう3分の1ぐらいもあがって引けちゃってて、うん、ウエイトはこうやって浮いた瞬間にはもう3分の 近くリフトが終わってて、あ<ー>まあ本当にワイドサンドし人は、なるほどジャクソンさんは結構、なんて言うんだろう、大きなレンジの相撲ですよね。うん、まあ、そうですね、やっぱり足を広げすぎると、もう結構ワイドめにするとやっぱり内もも内転筋とかすぐ、もうすごい痛みやすくて、体がもともと硬くて、うん、ストレッチもめんどくさいので、背中が強いのかな。<laughs> うん、背中、そうですね、もう大体大会2か月前から、もう相撲に。 帰るんですけどそれ以外もずっとナローでやって、えー、背中を強くするような,うなうナローも結構強いんですよね、えー、ナローだと,ーだと何キロぐらい記録してます、まあ、240キロですあ、ね、強い強い, <laughs> やばいそうなんだまあどっちもいけるでもその本当に人によると思います自分はコンベンシャルの方が上がるのでコンベンシャルを選ぶでその何て言うんだろう調子が悪い日でも、はい まあ、カフェインを多めにとって人がわーって言ってくれたら勢いで上がっちゃうフォーム、まあ、スタンスでもあるのでー相撲はもっともっとテクニックが上だと思ってますテクニックがもっとあのブライス・ルイスさんがちょっとその当日<あ>朝日から来てくれ来てますごいことですよね感動しちゃったんですけど、はい、やっぱりスブライスさんの相撲スタンスを見ると、まあ、どれだけテクニックが。うん あるのかをもう詰まってるんですね、もう,もう完璧です、テクニック完璧じゃないとその3 5 0キロとかっていう重量が上がらないです、3 5 0キロもう1ミリもずれがないように練習してなるほど、うん、じゃあ、今の話をまとめると、僕は足が短いから相撲で行った方がいいってことですね。うん、どうですか、翔さん。<laughs> まあ、体の硬さとかにもよりますね。<laughs> <か>相撲で内転筋とか、めちゃくちゃ痛くないですか,、ねそかまあ。そうなんだやっぱ 結構僕も相撲をやりたいんですけど、はい、体硬いんで痛くなるんですよね。でもその何て言うんだろう相撲の方が体上半身が起き上がる分、はい、腰が腰何て言うんですかその脊柱の下の方の、うん、痛みが、まあ、刺激が少しその背中の上の方に逃げてくれるので。はい その何て言うんだろうフィジークボディメイク的にって考えるともしかしたら相撲の方が合ってたりするんお尻にもすごい入るので自分自分の相撲さんっしてのはもうすごいお尻に入るやっぱフィジークの競技考えるとそういう なまあんちょっと適当なんですけど今ちょっとフィジークの話も出たんですけど翔さん最初はフィジーク大会に出てたじゃないですかあ出てました、ね、そうですよね、はい、ここからなんかこうパワーリフティングにこう移った理由というかうんもともとパワーリフティングの方が好きでしたね、はい、あしゅんさんタイプ旬、はい、さんもそうですよねうんそう,そうですよね似てると思います あ、フィジークを知ってトレーニング始めたんじゃないですよね。なるほど、もうじゃあ入りが違ったんです。入りが違う。なるほど。で、そのじゃあフィジ、最初じゃあなんで最初にフィジークにってたんですか。そこで。あ、だってガタイいいんまあまあそれあると。優勝優勝してますよ。これ知ってます知ってます。優勝してますよ。県大会様はもちろん知ってると思うんですけど。はい。なんかユーチューブやってるし出てみようかなって思って。なるほど。まあ減量。 しなななきゃゃいいいけじですかどうしても太っままんなでどうせなら大会出てみようと思ってパワーリフティングなんだかんだ翔さん、パワーリフターなんですけど一番今翔さんのチャンネルで再生回数が多い動画ってあれじゃないですか、そのトランスフォーメーションのああそうですねれですよね、多分そうだと思います何キロから何キロまでああいうのはやっぱりいいですよね、あれでモチベーション上がる人多いと思います。 デイビッド・レイドイドもそれでバイラルみたいなそうですよね自分そういう動画作ったことないですあ確かにないですよね作りたいんですけどねでももうなんか自分バルクの時そんなになん何ですか脂肪を乗せないのでビフォー・アフター乗せてもんか大した変化がない変化がないのでそういう感動はないと思いますけど細マッチョからもうみんな無理やりお腹かをボンって出すんです分それができないので それだけジャクソンさんフィジークの予定は結構ジムでポーズ取るんでポーズはもう遊びで完璧ですポージングはポージング結構うまいですよええ練習の成果ですでもフィジークはもう出る予定はもう 全くないですねデ,デッドリット280上がった時点で、うん、ビジークのこと一切もうどうでもいいぞ、ね。だって、将来の夢には300はもうし、ね、考えてる感じですよね。もうもう300じゃなくて、もう世界記録です、ね。おお、マジっすか。最強よりもより強く目指して、ね、ちょっとジャクソンさんの、ね、活動を見たい方、多分今後すごい活躍する選手なので、うん、インスタグラムインスタグラムが、そうですね。 アイディお願いします。アイディですか。あのアジアン、はい、A S I A N にあのアジアン八十三キロ、八十キロです。ちょっと編集マンに高にちょっとお願いお願いします。画面に、はい、八十三キロ、八十三キロもう階級がパワーリーフティング階級が八十三キロなのでアジア系の八十三キロで、はい、皆さんぜひお願いします。フォローお願いします。でもちろんショウさんも、はい。 まあ皆さんご存知だと思うんですけど YouTube、<laughs> Twitter、Instagram、はい、ぐらいですかね。ぐらいですかね <laughs> <laughs> <laughs>。王道の三つをソーシャルメディアのビッグリーをやる、はい、概要欄に貼っておきますね。はい、今こうジャクソンも、ジャクソンさんも3 0 0キロ目指してるっていう感じだったんですけどなんかこうモチベーションを受けているところそのこれをやるぞっていうモチベーションを受けているなんかものってあるんですかまあそのトレーニング始めたときはあの。はい まあちょうど3年前ぐらいになるんですけど、うん、そのきっかけがさっき言ってたんですけど、はい、デイビッド・レイドの YouTube を見て、ねえー、この人高校生かよみたいな感じで、まあ、当時も高校生だったので僕も,、はい、もそれで筋トレ始めようと思ってそして彼もそうですね パワーフィジークっってて感じやってますよね、うん、今パワービルディングやってましたよね。はい、今もやってると思うんですけど。もうデッドリフトやってたから、僕も,もうそのトレーニング始めた頃からもデッドリフトやり始めて。何キロ上げてました、デ,ドデイビドリード、その一番強かった頃は。うん、280ぐらい、もう17歳の時に、17、18に上げてましたね。<laughs> はい、すごいですね。すごい怪物ですね。体重はもうちょっとありそうですね、ジャックス。 85ぐらいやりそうですね。身長も背高いですもんね。90ぐらいがピークですかね。僕は体重、まあ、ずっとまあ83でキープしてるような感じです、ねうん、なるほどなるほど、なるべくここ上下がないように。もう減量とかできないので <laughs> <laughs> や。やっぱり若い子たちはデビッド・レイドが多いですね。ウ、うんね、さんってなんか海外の YouTuber で、なんていうんだろう。 好きなユーチューバーとかいますえっとトレーニング始めた頃はマーク・フィット。マーク・フィットですか有名ですね。渋いです。はい。あの人結構有名でしたよね。有名でしたね。でしたっていうのも悲しいんですけど、有名でしたね。あんまり他のユーチューバーがいなかったから、確かにそうですよね。めちゃめちゃもうその人を見てましたね。今はジェフ・ニッパードとか、あリフター系を見てますね。あうですよね。パワービルダー系。ああ、なるさんは今誰ですか なんかパワーリフティング系とていったら、自分はそのス,トレンスーパートレーニング、あのマークベルの結構いろんなゲストとか入れるしはい、はい、さっき言ってた、えー、とブライス・ルイスさんもマークベルさんの動画に出てましたし、うんはい、あとオーマー・イーサフ。<ー>えー、オーマー・イーサフって、まあ、半分ふざけてるんですけど、<laughs> 最近真面目にな、ね、り始めて、<laughs> すごいいい情報、なんかすごい難しい情報をすごい普通の人の。

お待ち、<laughs> 見てない。<laughs> お待ちしてます <laughs>。<laughs> お待ち。<laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs>。で、今、こう簡単に僕たちから質問をさせてもらったんですけど。つい、えっと、カネキン TV では、ツイッターもやっております。はい。で、ツイッターの方で、しょうさん、ゲストに来ますっていうような内容をツイートしたら、もうものすごい質問がたくさん。来まして。<laughs> <laughs> ありがとうございます。大反響でした。大反響でしたね。もう楽しみにしてますとか。待ってますとか。<laughs> ありがとうございます。すごかったです。はい。 で今回今ちょっと視聴者の方からの質問というのにも答えてもらえたら嬉しいんですが、はい、もちろんですはいまずじゃあちょっとどんどんいきましょうか 2>、はいえっと2年前のデッドリフト更新会と比べてどれくらい成長しましたかっていうあ<ー>、まあ 2> 2数値数値だったりあとはここが自分の中で変わったなとかあれば 2>,、はい、2年前何キロ上げたかちょっと覚えてないか <laughs> 確か昭さん220上げてますね<ー>あそれぐらいでしたっけうん、うん、パワーバーでしたよねあの日 パワーバーーババでしたね全然バーも、うん、ちょっと条件が違うんですけど1 5キロから2 0キロぐらいは上がったんじゃないかなと思ってますものすごいですよすごいですよ、うん、2>, 2年でやっぱそのバーによっても全然違うんですかちょっと違いますね、うん、なんかうちのバーはしなりやすいみたいなしたシュンさんいですしちょっと、ね、細いですよねうどうですかショウさんジャクソンさん席にやっぱり有利ですかうんあんまり僕は 分かんなかったですね。うんうん、なんかこしなる分上げやすいっていうのもあるしバランス崩しやすいっていうのもあるんで、はい、まああんまりメリットもデメリットもあるかなって感じだったですね。小算的にはちょっとデメリットの方が多かったかもしれないですね。はいうん、分かんないですね。ねでもそんなに上げにく,くはなかったです、うん。ジャクソンさんはいやーデッドリフトは相撲だったらもう結構あ<ー>アドバンテージがあるかなと思いますね。うん、やっぱり相撲の人もこう逃る位置も ナローより結構狭めるので、うん、もそれでさらにしなりやすくして、うん、ファーストプルでまあバランスさえ崩さなければまあ上がりますね。うんうん、だと思います、ね。なるほど。自分完全にホームなので、もう毎日、まあ毎日じゃないかに、一週間でどうしやることにそれで練習してたので、はい、そうですね。もう全然慣れてました。バンバンやってましたね。<laughs> バンバンやってました。<laughs> <laughs> アドバンテージですよ。今その。 翔さんが2年間で20キロぐらいですか、20、たぶ、うん、20キロぐらい、そうですよね、はいで、その話をした後でちょっと恐縮なんですが、はい、ジャクソン君も3週間前に換気チームに来て、265、5を成功して、280、だめで、だめで、3週間で、成功させました <laughs> その秘訣は何ですか <laughs> 秘訣はあ 会場。会場。周りのボルテージとか、そういうのが大事なんですかね。そうですね。ありがたいですね、会場って。本当に。金金事務パワーですか。そうですね。皆さんに感謝です。いや、実力ですよ。完全に。実力です。で、やっぱ皆さん、こう成長したという。のが回答です。自分も成長しましたよ。そうですよね。だって、前、二年前、どんぐらいでした。二年前、二百十五キロ。成功して。 えー、2年後のきのは、えー、240キロ、240キロ25キロ、<laughs> 一番すごいですね、<laughs> すすね <laughs> 必死で練習しましたよ、はい、あれ、いけると思いました、正直。いや、その230は、ああのレコードに載ってますもんね。は、無理してでも引くと思ってて、230、うん、翔さんも200同じ235でしたっけ、233を上げてくると言ったので。<laughs> はい もうそのテンションで、ーっと上げたら思ったより軽く上がって、はい、そのテンションで、やっぱり上げた瞬間、上げろーとかって声がくると、うわ <laughs> <laughs> びっくりして上げちゃうタイプなので、うん、それで、じゃあ240思い切ってやろうと思って、上げて、翔さんがそのあ245やるって言って、はい、<laughs> やられた、られた翔さんの233の上がり方が良かったんですよ、すごく。よかったですね、スピード的に。うん 負けました。ちょっともう欲張りましたね。欲張りましたね。乗せに行きましたもんね。いやすごい戦いでした。ありがとうございます。盛り上がってます。盛り上がってですね。またリベンジしたいと思います。ぜひまた今度エヴァリフトも行きたいですね。行きたいです。ぜひ行きさせて。張さんがリベンジしたいって言ってくるとそれは本気なので、もうマジですから。やばい。エヴァリフトジムに行です行きたいですね。なんかスクワット でもデッドリフトでもベンチはあんまりやりたくない。インクラインベンチチャレンジとか。インクラインいいかもしれないです。マニアックス。本当ですかブリッジあんまり組めないじゃないですか。そうですよみんな公平になるかもしれないです。よいいかもしれないですね。いいんじゃないですかインクラインベンチチャレンジ。そのショルダープレス世界初。世界初。 理由があってないと思います、<laughs> そういうのは。理由があってやってないと思います。<laughs> <laughs> ありがとうございます。じゃあ次のクエスチョンいきましょうか。なんかまたこれは2年前よりももっと前に遡っちゃうんですけど、翔さんがその俊さんに初めて会った時の印象あー、2年前のオールジャパン、3年前ですかね。2010 2 0 1ルジャ会場で会場で会いました。会いましたね。はい、えっと。えっと、大阪のやつですか 仙台ですかね。ああ仙台だ。はいはい仙台でした。覚えてます。覚えてます。はい。僕が選手として出て、て海原さんが、自分が湯浅さんの応援に、俊さん動画にしてます。彰さん初めて会いましたってなんか、あひせあの新幹線乗って行って、うんそうです。で彰さんに会いましたって言って初めてそこで、その時の印象というかなんか、あそうですね。なんか YouTube で見るより。 シャイなな感じかって思います間違いないです特に3年前とかでしたらめっちゃシャイな感じで意外でしたね YouTube で見るのと全然違うなっていうのが YouTube だとあの頃はだって結構大胆にうわって喋ってこの人のフォームはダメだとかあいつはダメだとかって確かにそのギャップはあったかもしれないです なるほど。じゃあ社内印象だったですね。そう、それが第一印象ですね。翔さん逆にどうでした？翔さんの印象というか。動画のままでした。ああ、やっぱそうなんです。もう3年前から翔さんはもういつも翔さん。うん。今も変わらないです。そうですね。うん、変わらないです。ちょっと体はでかくなった。ちょっと太りました。体がでかくなったぐらいしか違いないですよ。なるほど。じゃあお互いの印象はそんな感じですかね。ありがとうございます。 次、第 3, 3個目の質問。ジムの設立に至ったきっかけと、実際、ジムを経営してみて感じることこれは多分、僕としゅんさんも話せるかなと思うんですけど、はい、まあ僕、経営じゃないんですけど、ジムにいるので、どうですか、そういうのを。うんジムを設立するきっかけの初めて会ったときじゃないですか。あ、2回目か。2回目にやったときに。2回目に、えっと、ジェッツでコラボレーションして、 ショーさんがジムを作りたいという夢を語って、自分を語って、なんかお互いですよね。ジムを持ちたいんですみたいなことを二人で言ってて。お金どうするみたいなどうやって作るんだジェッツの機材を買い取ろうかなって。でも買えないお金が。現実的な問題も話しつつそこ一番ネックなのでやっぱりジムを作ってた。らそうです まあとにかくじゃあもう作りたい、まあけど、結構トレーニングの皆さんは、そうですね、ジムを持ちたいっていう夢があるかなとは思うので、夢はあるんですけど、本当に実現実現しないとわからないことは多すぎると、そこも聞きましょうか、その実際、ジムを運営してみてというか、うーん、結構楽しいですね、きょ会員の人とかも仲いいんで、そこはすごい良かったですね。ななるるほど 逆に、こう大変な点というか、ああ、ここ困ったなみたいな点ってあったりしますか。まあ、ジム作る時は、本当に一番大変でしたね。ああそうなんだ、やっぱ、作るまでが、ねはい、作るまでが大変でしたね。しゅん、うん、さんも、どうですか。そう、なんか、その、動画では見せないじゃないですか。その書類関係とか。うんそ,うね、そう、なんか。<laughs> 見せれないところが、ね<律> <laughs>。安全性とか、法律的なこととか、<laughs> 機材の輸入とか。はい。 なんかそのハイライトを見せてるじゃないですか、僕らは。<ー>機材が来ました。で、組み立てる、みんなはその組み立てているところが、なんかその、あ、これがジムを作ってるんだ、うん、作る風景なんだと思ってるんですけど、ジムを作る風景っていうのは、いもしもし、んとかなんとか、あ、すいませんでした、はいとか、しうしとかそれがジム作りなので。 そうなんですよ。ですよね。で機材が届いた時点では、もうあ、もう楽しみしかないです。もう楽しいことだけです。一番楽しいところだけ載せてるだけです。こいつら楽しそうだなって思い。でも、なんて言うだろう。あのしさんは実はその事務の。作、作り方がすごくユニークで。日本には今までなかったんですよ。その。クラウドファンディング。で。えっと、式が詰めして。 1300万、がいや、もうもう、翔さんの人柄とか、人望とか、そういうことで、す翔さんがやっぱり今まで人の役に立つ情報、すごくいい動画とかを出してるから、みんなが信頼度があって、それをサポートしたい翔さんのジムの夢、そのコンセプトもすごく明確で、それだと思います。ジムの形も日本にはあんまりないジムですもんね。ないです、もっと欲しいです、そういうジム。 カネキンジムも割とこう来る方にマッチョしか入っちゃいけないんじゃないかって言われたりしますけど、ショーさんのところもなかなかこう、めちゃめちゃ言われます,、ね、れますか、はい、ベンチプレス100キロ以上じゃないと来ちゃいけないんじゃないかみたいな、<laughs> めちゃめちゃ言われるんですよね。はい、そうですって言えばいいんですよ。ですよね、カネキンジムにも全然こうう、トレーニングさえしたことないビギナーも入っていたりします。 全然そういう人もウェルカムなんですけど、ねうん、イメージがやっぱりあるみたいで,で、ね、僕らの選ぶ機材も結構マニアックじゃないですか,かハードコアと言われてるような、はい、マシンとかが多いですよね,すねしんさんもなんかよくこう言ってますけど初心者ほどなんかこうフリーウェイトでやってほしいいみたいなそう本当にその思いうん、思いが強くてそのマシンから入らずにマシンってその当たり最初から当たりが出ればいいんですけど、うん、そのやっぱりマシンの軌道とかも限られてますしその なんて言うんてうですかダメ体に合わないマシンそのまま使ってしまうともう悪いフォームでずっとトレーニングしてるような感じになってしまうのでうもう初心者こそもう最初はちょっと怖いかもしれないですけど、うん、もうフリーウェイトから本当軽い重量かフリーウェイトから極めてほしいですじゃあさっきデッドリフトのフォームにもあったような骨格によっても違ってくるってことですねそういうところではやっぱり翔さんの動画を見たり <laughs> まあ自分の動画を見てもらったり まあ余裕ある方は、トレーナー、信頼できるトレーナーとかつけ、うん、1>, まあ1回でもつけて、そうですね、最初に大事だと思います、本当にフリーウェイトの大切さを伝えたいです、うん、大事ですね、ウさんもやっぱ同じ考えですそうですね、うん、初心者ほどトレーニングはフリーウェイトから始めてもらった方がいいかなと、僕も思いますね、うんうんうん、やっぱり、なるほど、うん、ありがとうございますじゃスタ、スタッフとして、スタッフとして働いてるジャクソンさんですが、いついる,いついるんですか、エバーリフトジムに。 毎週水曜日水曜日だけですかだけですねはいなんかこうジムにいて面白いなとか楽しいなって思う瞬間ありますか楽しい瞬間ですかね僕もスタッフ側なんで話せるかなと思うんですけど楽しい瞬間楽しい瞬間って楽しい瞬間もやっぱりその会員さんがそうですよね更新してくれて会員さんと仲良くなると楽しいですよねそうですね確かに俊さんも結構フォームの相談とか会員の人から受けたりもしてますもんね来ますね でも自分が分かる範囲内ではそうです、ね、いつでもまあ皆さん自分がセットの途中じゃなければ後かけて <laughs> <laughs> 時々いるんですよ、<laughs> 一回あの金金ジムじゃないんですけど、うん、そのどこのジムかは言わないんですけど、うん、自分はこのスクワットをやっている途中に肩こでトントントンってきて <laughs> えマジですか<おー> <laughs> <laughs> あんまう悪くは言いたくないですけど普通に考えていかないですよね普通じゃないです。 うん、スクワットの途中はないかなと思うんですけど。<laughs> 終わって三十秒ぐらいちょっと止まんどうじゃないですか。<laughs> 途中ですか。途中ですよ。途中。途中スクワット後ろからじゃないですけど、スクワットやりながら横に来て横からこうやって。うっぷんとんとんで。頭。ヘッドコンつけト。<laughs> <laughs> そんな感じ一回やりました。えー、じゃ皆さんあの間を見て、ね。うん。そうですね。ジョさんにも <laughs> 間を見てお願いします。僕はでもそれ経験ないです。あないですか。<laughs> <laughs> いや、よっぽど嬉しかったんでしょう、ね。多分、多分、本当に熱烈なファンで、でも、まあ、声かけてくれるのは本当に嬉しいんで、はいうん、もう本当に。いつも通りで大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。皆さん、お願いします。スクワット中以外で。スクワット中以外で、<laughs> 外でお願いします。お願いします。はい、じゃ、あ四つ目の質問、いきましょうか。また、ここは、ちょっと、しさんなら答えられるかなと思うんですが、はい、腰痛持ちの人。で、スクワットとかデッドリフトを強化して、重量を上げていきたい場合は。なんか、こう、どのように考えて、取り組むべきか、教えてほしいです。 の腰痛の原因の種類にもよるんですけど大体腹圧があんまりかかってない人とかが多いですかねなるほど特にスクワットで腰痛くなる人って骨盤がもうすごい前傾、うん、胸張ろう胸張ろうとしていくあなるほど逆にこう背中痛めちゃうことがあるのでその辺はしっかり腹圧かけるってことにするのがいいかなと思いますねでその腹圧をかける練習とかには まあどうですかかなんかベルトをつけたりあとよく言われているのがそのボクシングのボディーブローを我慢するときって言われてるので胸反っちゃうとお腹に力入らないじゃないですか逆にこうそういう人はちょっと前のめりになるようなイメージでもいいのかなと思いますねなるほど翔、はい、さんがそのボディーブローの話でちょっと思い出したんですけど。 なんか格闘やってましたよ。あ、まあそう一応やってましたね。な何をやってたんですか。総合をやってたんです。総合何年ぐらいやってたんですか。いや、空手をちょっとやってて総合は三年ぐらいですかね。ちょっとあんまり黒歴史というか。なんで。あんまり人に話さないんですけど。KTV で聞けました。いいんですかこれは。いいですいいですでもそのまあねその余裕さがやっぱり。 誰が来ても自分を守れるっていうことが分かっている人は余裕があると思います。そうじゃない人はビクビクしてるじゃないですか。自分もこうでかく見せて。でかく見せて、いつも常にラットスプレッドしたり。フィジカに多いです。フィジカに多いです。本当に多いです。練習かもしれないですけど、普通に歩きましょう。普通の時は普通に。普通の時は普通に。ポージングするときだけ。脳がかっこいいですよ。ステージで初めて、うわぁ、こんなでかかったんだって。 の方が自分的にはスタイルそっちの方なんですけどね <laughs> たまにもうずっとこういう人いますもんねそれはちょっとやめた方がいいやめた方がいいですし <laughs> その地球の面積を取り過ぎすぎそうですよねどういうことですかね強いと面積を取る必要はないです <laughs> みんなで分けましょう。東京はとね特に人口密度が高いのでやめて。いただけるとい。エレベーターなっちめちゃめちゃ迷惑くね。そう。翔さんの本音も聞けたということで、次の質問に行きましょう。はい。翔さんポッドキャストやればいいじゃないですかね。エバーリフトでも。楽しいですよ。ジャクソンと二人でじゃ。楽しいですよ。会員の人をこう呼んで。あ確かに。はい。楽しみにしてます。 で次行きましょう。これ、あんま結構そのみんなトレーニングのことばっかり話すと思うんですけど、そのトレ後のケア、あケ,アね、ケアです。ケアですこれが多分結構そのあんまり出てない情報かなと思うんですけど、はい、なんかやってることだったり、これをやったほうがいい,のいいなっていうのは結構やってますねあ。やってるんですね。あのパンヒタトの志田さんが紹介してくれたフ、はい、ロス、あのゴムバンドぐるぐる巻くやつを膝にやったり、あとフォームローラーの振動するやつ、<ー>ドクターや、で、はい、もう足を。 マッサージしたりあと最近いいと思ってるのが銭湯に行くことですフロに入るとすごい緩みますね基本ですね日本人の基本というかそういったんか先ほど言ってたコンプレフロスだったり揺れるフォームローラーとかエバリフトジムに置いてるんですか置いてます皆さんやっぱその2つが大体効果を感じますね結構いろいろやってきたんですけどその2つがやっぱ一番あとまあ フロスっってどんんなな効果があるんですかちょっと初心者みたいな質問になっちゃうんですけど <laughs> 僕は膝に巻いてるんですけど、はい、なんかこう、膝が楽になるんですよね、えー、やっぱスカットとかすると、どうしても膝に負担がいくじゃないですか、うん、一回圧迫してあげて、血流を良くしてっていう感じで、うんいやそうなんだ、はい、なんかその、映像を見てなくて、お聞きしてる方がちょっと分かりづらいかもしれないので、なんかゴムの、えー、とシートみたいなのをぐる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 巻いて、<laughs> 圧迫してあげるんですよ、きちんと。 ギュ牛にして血流制限してっていう感じそんな感じです調べたら出てきます出てきますね出てきますジャクソンさん何かありますかトレコのそれこそ一緒ですか一緒ですね特にもうフロスとかも毎日家でも家でもやってるパワーリフターって本当にかいろんななんかちっちゃいおもちゃとか動物が多いですよねめちゃめちゃ多いですリフターはめちゃめちゃ持ってますよめんどくさいですねジムにもこんなベルトニーラップエルボーラップ リストラップフォームローラン、電動フォームローラー持ってってる人もいるので、スクワットシューズ、ドリフトシューズ、あと、ニースリーブ、ニースリーブ、グリップがあるよね、大変なグリップのタオルとか、ベンチに敷くとか、いろいろありますからね。なんか、やっぱ、ちょっと感じたのは、パワーリフターの人って、なんかこう、なんだろう。 おたオ,オタク気質というか、一生懸命一つのことに一生懸命になれる人が多いようなイメージが僕はあったんですけど、はい、ちょっと変わった人多いですよね。<笑><笑>昨日のデスノー大会でもう実感できましたね。<laughs> みんな一人一人なんか全然違うです。うん、同じような人一人もいないです。うん、そうですね。もう個性的でしたよね。個性的です。いや素晴らしいと思いますよ。はい、もう KTV はもうもう皆さん一緒にもう僕らも含めて視野を広げていくのがテーマなので、うん、ね。 個性的ですね、個性的。やっぱ、そんぐらい個性的にならないと、あんな重量上がらないですもう。<laughs> だって、普通じゃないですよ、このうん、じゃあ、なんていうの、この重量上げるために、もう毎日トーニングする。僕、デトリフト毎日できないですもん、やっぱきついから。うん それでも頑張るっていう毎日やってるような印象もあるかもしれないですけど実際毎日じゃないですよねどんぐらいの周期でやるもんなんですかデッドリフトはやっぱり週1っていう人とか僕もその相撲とかも週2はもうできないですもう内ももがもう痛くなるので週1回だけでベンチとかだと週2回のリフターはいますよね週3,4回の人が一そうですねスクワットも週2,3って感じそれ組み合わせて週5とかにしていく感じですね やっぱりデッドリフトは疲労が残る。うん、残りますね。もう体の後背部全部痛くなる、ね。次の日ずっと疲れてたか、ね、PR とか上げるともうこの首の後ろまで筋肉痛になります。それぐらい負荷のかかる。負荷のかかるというか一番重量を扱う種目なので、一番重量を扱うべきの種目なので、うんうん、逆にスクワットがベンチより、まあ、スクワットとベンチがデッドリフトより選手は、まあ 不思議です、ね、なるほど <laughs> デッドが一番重い重量扱えるんですね。扱えるはず、うん、体の,このバイオメカニックス的に、うん、構造的なものですありがとうございます、うん、じゃあ続いての質問にまいりましょう翔さんは今パワーリフティングで俊さんは今ボディメイクそういった世界で活躍されてるかなと思うんですけどその今のなんだろう,こう関係性とあとこれからお互いにどう発展それぞれが発展していくのかそれともなんかこう交わるところがあるのか どう思いますかそこについてはしょうさん僕。僕から言っても大丈夫ですはい。結構今ってみんなフィジークとか、うん、ベストボディとかそのアスタイルアワードか,から入るじゃないですか。そうですね。でもそういう人たちがいっぱいいて、はい、もっとパワーリフティングに来てもいいかなと思うんですよね。なるほど。こう,こうトレーニング始めたみんなこうなんですかボディメイク系の大会しか出ないっていう感じなので、はい、もうちょっとこう、はい、力がついてきた人はパワーリフティングにっていう。はいう もいいかなとは思ってます、ね、なるほどんどう思いますかフィジークボディビル会は今なんかものすごい盛り上がりを見せててなんかフィットネスイコール大会フィジーク大会に出るっていう、うんね、なんかそう,いうイメージが、まあ、自分だけなの,、はい、なのかもしれないですけどイメージがあるんですけどす、はい、そ,そうじゃなくてその、まあ、自分が楽しめて続けられることをやっぱりなるべく続けるのが一番いいので、うん、なるほど。そのまあ とりあえず、まあ、体を何らかの面で動かしたり、まあ、トレーニングすることはいいので、まあ、それをやりながら自分がどこに特化しているのか、はい、ど何が得意なのかを少しまあ把握徐々に把握しながら選べばいいのかな、うんはい、最初からなんかフィジークやっぱり目立つからフィジークとか、うん、インスタ映えするからフィジークとかじゃなくて、まあ、パワーリフティングも十分インスタ映えしますしパワーリフティングの方が下手したらしますよね。の方がします。 <coughs> あと、パワーリフターのスターがもっと増えてもいいいと思います、うん、ああちょっとこれも聞きたいんですけど、しゅんさんはそのフィットネス界がこう発展していくためには、なんかこう、はい、なんかバスケでいう八村塁,さん塁選手って分かりますかちょっと分かんないです日本人で初めて NBA でこう指名されるような逸材がいるんですけど。はいはいはい その人が示されたらバスケ界も盛り上がっていくじゃないですか。はい、で、しょうさんはそういうのがフィットネス界にも必要だみたいな話があったんですけど、しょうさんはその。パワーリフティング界をこう発展していくためには、どういうことが必要だと思いますか。あ、確かにスターはいると思います。あ、必要だと。はい、必要だと思います、ね。なんかその <laughs> 世界最強のに日本人パワーフィッターとかっていれば。みんな国が応援したくなるじゃないですか。確かに。かにそういうめちゃくちゃ強い人もいるんですけど。はい。 もうちょっと意外と知られてない人も多いので、そういうなん YouTube とかを利用して、SHO さんのチャンネルに出たり、自分のチャンネルに出てくれたりすると、なんか、自分らが少しでもそのなんか活躍の支えになれたら、ね、支えていたら失礼なんですけど、うん、そのなんかちょっと貢献できるようなのになれたらなと思って。うんうん、なるほど。ジャクソンさん、どう思いますかそうですね、やっぱり僕はまあそういう、海外のリフターとか見て、パワーリフティングやり始めたんですけど、うんはい、やっぱもう結構もう、 モチベーションになるような選手とかがいると、なんていうんですかやっぱり最初デっドリフト二百キロとか壁になるんですけど、はい、でももう日本人でも三百キロとか行く人とかいるので、うん、もうそういう人たちを目標にしていくともどんどんみんなも強くなっていくような感じで、うん。なるほど。じゃ次のなんだらスターは俺だぞと。 それを目指してですね頑張りますパワーリフティングもねその白黒はっきりするんですよ、上げた重量が記録に残って、じゃあそ日本一になるためにはその記録を超えないといけない、<うん S 2> それだけなので、あとはその怪我をなるべく抑えながら、<うん S 2> ベストコンディションで大会に出ることを頑張って、それが結構好きですなるほど本当にパワーリフティング好きです。 確かにフィジークはなんだろうちょっと曖昧な部分もありますもんね <laughs> 正直 <laughs> <う> <laughs> ジャッジの結局ジャッジの好み、まあ、フィジーク体系っていうのはしっかり細かいところ入ればあるんですけど、はい、まあ分析すればあるんですけど、うん、結局はまあ簡単に言ってしまうともジャッジの好みの体系が勝つのでなるほど、はい、でもそこが大きな違い,ジャッジがいいかもしれないですね、うん、なるほどありがとうございますじゃ次いきましょうか次、まあ、質問というかなんだろうこれちょっと 新しい形になってしまうんですけど今筋トレが好きな方がいるそうなんですよすごくもう今筋トレしてますってお便りが来てて奥さんも大好きらしいんですよ筋トレが好き筋トレと奥さんがその人が大好きらしいんですよ奥さんと筋トレが大好き奥さんと奥さんも好きだし筋トレも好き両方好き両方好きなんです僕もしゅんさんもそれ普通じゃない普通だと思うんですけど なんかその中で筋トレに移行すると奥さんに「はい、私と筋トレどっちが大事なの?」って言われちゃう <laughs> <laughs> それの答えを教えてくださいっていう <laughs> 奥さんにはもう奥さんって時もといいんじゃない <laughs> <laughs> そうですよだ <laughs> って別に他に正解ないじゃないですか <laughs> <う>やっぱそうなんですかね <laughs> 奥さん もちろん一番だよって言ってあげて、うん、そ,そんな SNS に宣言する必要ないじゃないですか <laughs> 自分は奥さんより筋トレが好きですとかってプロフィールに入れる必要なくないですかじゃ <laughs> <laughs> 両方同じくらい好きだよと伝えてジムに行くっていう回答ですか <laughs> うんまあ嘘はよくないですけど <laughs> 理想的なのはの、うん、正もう普通に正直に両方が同じくらい好きで,でいいんじゃないですか <laughs> ジャクソンさんもそそうう思いますかそうですかでね <laughs> ジャクソンさんは、ね、あの DM とかに変な人コすか、うん、女性とかいやないですねだっ,てだって日本語喋れる英語喋れるエクアドルだからおそらくスペイン語もン語ちょっとスペイン語で一言言ってくださいスペイン語で一言ですか、うん、My name is Jackson とかミヤマ・ジャクソンはい <laughs> <laughs> あんまり覚えてないですね <laughs> やっぱもう日本に来てからもうスペイン語使わないからです、ね、確かに確かに日本に来て8年もスペイン語使ってないのでもう忘れて,やっ,てやっぱ忘れちゃうんだ忘れちゃうんだ使わないと忘れます英語もそんな感じですね <laughs> <laughs> まあその 奥さんかトレイングという選択をしなくていいジャクソンさんはうやましいですね。真剣に言わないでください。ジャクソンさんが真剣に言うとダメですよ。でも昔いましたね。私かトレイングどっちなのみたいな。デッドリフトを選びました。そうですね。ガールフレンドではなく。強くなりましたね、別れてから。強くなりました。 そうういのも一つのの選択肢ななかそうですねわかりましたその怒りでその情熱で強くなったなりました翔さんは聞いていいのかわからないんですけどだって YouTube で結構最近盛り上がってるじゃないですかえ何がですか翔さんの YouTube 盛り上がってるじゃないですかでまあ参考になって って見てる方も多いいと思いますし、うんはい、結構ファンも多いじゃないですか、うん、あそう質問でも翔さんのなんかこう日常とかプライベートの部分も見たいですみたいなああなるほどなるほど実は YouTube 以外にもわーってみんな飲み会にとかに行くのかあ飲み会ですかなんかどういう日常ですか、うん、ジム行って、はい、帰って寝るっていう <laughs> 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 じゃもう動画のままそうですねあんまりのみにもいかないですねもう少しスクープ欲しかったですねでももうそれが翔さんそうそうですそれが翔さんいやもうあれなんだろうあれが自然体ってことですね動画のまま自然体隠してるわけでもなくあのままなんまどうしてもないってどうしてもないいやそれがいいですよけどやっぱみんな同じことの繰り返しというかいやみんなじゃないですよあれ 俊さんさ違いますす僕はそうで同じことを繰り返してそれを少しずつ上手くなって <laughs>、うんうん、少しずつそのストレスを増やしていってそれにも慣れて最終的には10年後にはとんでもないようなストレスが来ても、はい、それがもう普通なるほど無敵です、すこので日本人があカニキンみたいになりたいショウさんみたいになりたいとかって言ってバーって同じことやうとするとうわっ <laughs> もう津波みたいな波が来てやりたくない,いこんなことだったんだーみたいな。<laughs> そうですか。うん、僕はもう慣れましたね。そうなんだ。まあ苦労はあると思います。ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ今のが実は最後の質問だったんですけど。あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。いかがでしたかこのカネキン TV。いやすごい楽しかった。楽しかったです。ジャクソンさんどうでしたか。いやもう楽しいです。楽しいです。楽しいです。口数が少ない。いやいいですね。じゃあもう。 そそろろいい話も聞けましたし、そうですねなんか、あのそうですね、ま翔さんは、は YouTube、そしてツイッターはいそしてインスタグラムやってるんですが、翔さんの動画に、まあチャンネルに飛べば、皆さんはどういうのを見れますかどういうのうさんの動画から。こういうのを見てくださいっていう、のなんかいろいろ動画出してるんで、お願いします。 あとなんかこうパワーリフティングをこれから始めようとかそう,、ね、そういう方に向けてメッセージとかがあればあのそんんななになんか皆さんこう強くなってから出ようとするんですけど気軽に参加してもらって記録残すっていう感覚で出たもらった方がいいかなと思うんで、うん、勝とう、勝とうではなくて、はい、自分の日々のトレーニングの結果を出しに行くぐらいの気持ちで出るのが一番いいのかなと思いいまますす、うんうん、ありがとうござそして、えー、ジャクソンさんもソーシャルメディアやってます。ははい、はい 強いので、まあ強いリフトが見たい人は。飛んでみてください,、うんはい。はい、ぜひお願いします。そして、えー、そうですね、まあ自分もフォローしてください。<laughs> はい、あと、カネキン T. V. もツイッターの方やっておりますので、ぜひフォローお願いします。えっと、ポッドキャストの最新のエピソードの情報であったりだとか、質問っていうのを募集してまいりますので。ツイッターのフォローよろしくお願いします。あとは、この動画のグッドボタンももしよければ、お願いします。あと、チャンネル登録もお願いします。 というわけでこんな感じで <laughs> おりですかねこんな感じではいはい。そしたら次回のエピソードで皆さんまたお会いしましょう本日のゲストフィッシ超フィットネスさんジャクソンさんでしたありがとうございますありがとうございますありがとうございましたバイ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 